ットが難しかったね。ちなみにさっきのは3曲目初見です。1曲目の説明を私から。曲名はステージ0。言わずとも知れたリズム欄の譜面です。今回は1曲目が勝負だね。キー曲を狙うのであればこの曲はなるべくパーを抑えたい。サビラ風までは最終単音で歌を出さないように注意。注意すべきはこの地帯、副動をしっかり把握しておこう。まあ覚えてなくても多分気合でどうにかなる。良い子はしっかりと譜面を暗記しましょう。ところどころ難しそうな配置がある。個人的には前作よりなし。全てはメメエットのせい。あれが苦手だった。終盤のここを抜ければ終わり。速度変化に気をつけて。最悪負荷を出さなきゃ OK。 なんか説明することある？最初のソフラン気をつけてね。いきなり飛んでくるから。特に見どころはないから雑談でもしようか。今作は何段まで行く？3曲目次第で10段を狙いたい。だけどネット話題ができない。初プレイはひどかった。暇があったら動画出します。そういえば2曲目はどんな感じ？2曲目はセーブ時間は取りやすい。だけど気を抜く負荷を量産するような譜面だね。ここはしっかりとリズムを覚えておこう。2曲目の難所はここだね。ここだけは精度を捨ててつなぐことだけを意識するようにしよう。なんとか負荷を抑えて終盤へ。あの複合は3回プレイしただけじゃマスターできなかった。ボーナスタイムじゃ。3曲ある中でこの曲が一番簡単。この曲に関しては精度重視でいきましょう。出したかの借金を返済する救いの曲です。さすがにこれ2回目だから初見とはわけが違うよね。この手の譜面大好きだよね。変態譜面は好きな人なんて少数だよ。片手で捌くのにちょうどいい速さが続く。まあ交互ができないだけなんですけどね。それも一理ある。さすがの安定感。前作の3曲目の方がいやらしかったね。その要因としては速度変化がないのが大きい。デナマスは難かった。この調子なら余裕で超えそうだ。負荷もほとんどないし。問題は最後がつなげるかだね。安全に右手だけで処理しに行くよ。最後危なかったけどなんとかクリアできた。3曲目が得意な方はぜひそれを伸ばして合格しましょう。もちろん残りの曲も詰めるに越したことはないけどね。あとは緊張に負けないように。というわけで順調にいけば次は9段です。狙いに行きますよ。質問等があればコメント欄にお願いします。果たして